はいえー、怒涛の <laughs>、まあのなんなんでよかったのかなえー、オリオの俺のための俺ラジオ、えー、パーソナリティのオリオです第49回発信さあ、えー、48回目のおガンダム特集あんなんでよかったんでしょうか <laughs> 優勝飛さんごめんね <laughs> 期待してるものは多分出来上がってないよきっとほんとごめんなさい さあ、えー、続きました気分も切り替えてですね、えー、続きましてのお次の企画ロッコアワーさあちょっとバイオハザードチックに言ってみましょうロッコアワー何言ってるかわかんないね,これね、えー、ロッコアワーですねロッコアワーこれはあのー、ギメロ おのお三方。まあ何度もね、ラジオで紹介してるんでご存知の方も多いと思うんですけれども、そのお三方の中のこう一点、ロコさんですね。アルファベットの小文字で、R, O, C, O, ロコってね、ロコさん。この中は即興で歌ったけど、どうこれロコさん。いらないいらないかいらないよね。R, O, C, O, ロコなんか恥ずかしくなってきたんで、もうやめよう。 <laughs> えー、ロコアワーをやらさせていただきます、えー、このロコアワーもうあの前にですねちらっとこう記事にもした記事、えー、ラジオでもちょろっと言ったかな記事にもしたような気もするなえーをするときに何をやればロコアワーになるかなっていうのをちょっと考えたんですけどロコさんねアイドルとか好きなんで、えー、昔のね80年代のアイドルそれからえー、アイドルっつっても オリオが知ってるのは中森明菜さんが大好きとか、あと、本田美奈子さん、ねえー、の歌が好きとか、えー、あと夜ヒット、夜のヒットスタジオが大好きとか、そういった情報しかないんで、そこはですね、実はオリオそんなに詳しくないんですよ。なので、下手に広げちゃうと、ロコさんからこうお叱りくらいそうで。 広げるのが実は怖かったりするんですね、えー、でも無茶振ぶり大好きなロコさんなんでねうん広げようとも思ったけどやーめた <laughs> オリオなりにちょっとロコハワーやってみましょうで、えー、先ほどのガンダム特集と同じくガンダム特集で喋らなかったネタ結構あるなまあい,いやい,いや、えー、このロコハワーでも過剰、えー、書きのネタをいくつか書いてありますんでそれに沿って、えー、ちょっと進めてみたいと思います えー、まずは、何行こうか。うん。ロコさんはここがすごい。褒めてみようか。べた褒めで行こうか。褒め殺ししようか。えー、ロコさんはここがすごいよ。ちょっと行ってみましょう。あの、ロコさんはですね、おしゃれさんです。とにかく。あのー、な、どうおしゃれさんかっていうと、ロコさんですね、あのー、ロコさんのビジュアルを、 ご存じない方の方が多いと思うんですけど、実際にこう、オフじゃないとね、あのー、会える方っていうか、姿が見える方じゃないんで、えー、別に顔出しもしてませんし、えー、普段からね、うんと、こう、私はこういう女よイエーイってやってる人ではないんで、 えー、まあそういう人が多いと思うんです、そういう人のためにご説明いたしますと、ロコさんはですね、とにかく美人さんです。えー、確かショ、あの髪型は、ショートカットって言っていいんだよな、きっとな。ショートカットでいいと思うな。今、んボ,ボブっていうボブヘアっていうわかんない <laughs> わかんないけど <laughs>。まあ、まあショートカットですあの。ロングヘアではないです。うん。あのー、 毛先が、肩口についてたような、ついてなかったような、うーん、うろ覚え。えー、まあ、とりあえずですね、えー、美人さんなんですよ。で、美人さんでですね、えー、なおかつ、そう、スタイルいいのよ、ロコさんね。あのー、身長が高いんですよ、ロコさん。オリオよりも高いのは間違いないな。170センチぐらいあるとか言ってたような気するんだけど、170よりもうちょいあるんじゃないかな。 ほんとで、背高くてスラッとしててで、手足も長いんですねで、手足も長くて指も長いような気がした確か指も細くてスラッとしてるのだからスタイルに関してはね抜群本当にでそれでいてオシャレさんだからあのファッションセンスとかもねかっちょいいんですよあのー なおとかでも、時々その自分がね買う服とか、あと買ったもの小物とかも、こう、画像をアップしてたりとかするんですけど、その時のね、センスっていうのが本当すごくて、あのー、だってわざわざね、わざわざ買い寄せたりするんだよ、いろんなところから。うん、例えばその海外だったりとか、あとネットショップもあるだろうしね。 そういうことをこう、そういうことにはすごい時間とかかけてやる人だと思うんですよね、ロコさんって。だから、自然とこう洗練されたものになってるっていうかね、あのー、センスが。なんか本当その辺に関してはすごいと思います。美人さんな上に、スタイルがいい上に、さらにセンスもいいっていうね、三拍子。あ,ーあれで、釘バットだからね。<laughs> 怒られるこれ。<laughs> ロコさんに怒られるいいよ、もう怒られてももう。いいよ。うん、いいよ。あの、ロコさんに、に、釘バットっていうイメージを、あのー、俺が持ってるのは、これね、誰のブログだっけかなすなぎもさんが言ってたんじゃないかなすなぎもさんのせいにしても悪いかうん、誰かっていうことにしとこう。誰かが、あの、釘バットが似合うっていうね、ふうに、なんかのブログかなんかで書いてたんですよ。で、 えー、まあそれにロコさん本人もあの否定はしてなかったよな確かその時は否定はしてなかった形でその釘バットが悪いかこらぐらいの勢いでなんか言ってたような気がするんだけどそんな感じでこう釘バットってイメージがオリオンの中にも定着してるんですでそれも釘バットのイメージがですね消えつつあるのでまあ釘バットイメージ普及委員会といたしましてはですね 普及委員会委員長といたしましてはですね、あのー、ほっとくわけにはいかんなと思いまして、これほっといたらね、あのー、単なるね、いい女で終わっちゃいますから、あのー、関西一釘バットが似合う女っていうね、えー、イメージもちょっと皆さん忘れずに、あのー、これは情報として脳にす、えー、り込みしといてください。<laughs> まあでもね、本当にあの、いい人よ、ロコさんって。 テンション高いし、あのー、特徴的なのは、声がですね、あのー、鼻にかかった感じの声です。喋り方します。そういう喋り方します。ロコさんは。これがまたねー、かわいいんだなぁ。うん。あのー、鼻にかかった感じの喋り方をこう、ちょっと再現してみようとしたんだけど、なんか違うなこういう感じじゃないな言うごのおぎぐのでごないまの 何言ってるか分かんないよね <laughs>。別に今のセリフをロコさんが言ったわけじゃないからね。勘違いしないでね、これね。ロコさんが言ったわけじゃないから。今のはあのダウンタウンのゴッツええ感じの、えー、マサルさんだったかな。マサルさんっていうキャラクターのうー真似をしてみました。うん。ほ言うごのを言うのね、お前はあの。違うわな。違うよ。うん。そんな喋り方をロコさんはしない。うん。まあ、ロコさんがすごいな、まあ。とりあえずそういうところ。あの美人さん。 スタイルがいい。おしゃれのセンスもいい。っていうことね。この3つ。うん。性格もいいよ。性格もいい。あの、今言わなかったからね。性格は悪いんかい。って突っ込まれることを一緒にして、ちょっと背中がゾクッとしちゃったんだけどそ、そんなことない。性格もほんといいです。うん。あのー、ね、天は2物を与えずっていうけど、4物を与えちゃったみたいなね。うん。そんな感じの人です。すごい人ですよ。えー、それから、ちょっとここの辺で、あ、もう10分喋っちゃってるよ。あの、 んっとですね。えー、なになに次何言ってみようか。<laughs> これ言ってみようか。あのー、危ないロコさんが崖から落ちる <laughs> なんだこのメモ <laughs>。えっとー、何何をやればいいのこれ。えー、危ないロコさんが崖から落ちる。うーん。あ、助けるかどうかっていうことかな。 助けるかどうか。いや、助けるよ。それは助けるけど、それ答えじゃ面白くないでしょ何これ何を広げればいいのかな危ないロコさんが崖から落ちる。落ちません。<laughs> ダメだね。そんな答えじゃダメだね。えっ、ー、と、危ないロコさんが崖から落ちる。崖から落ちるけど、こう、下は2メートルぐらいしかなかったりして、 何<え> <laughs> これ大喜利になっちゃうえっ、ー、と、えー、何、えー、うーんな危ないロコさんが崖から落ちるロ崖から落ちるお父さん待ってんで <laughs> わかんねえ何、ー、えやっぱりこれ自分で書いといて意味わかんねえ何何を言わせようとしたんだろう危ないロコさんが崖から落ちるロコさんが崖から落ちる バーよえい食べて、一人で面白かった、今 <laughs>、うん。まあ、知らない人は知らないでいいです。ちょっと <laughs>。あの、ほらね、ロコさんがね、こう落ちてってね、落ちてすっぽりはまって、下にこう、ぷよぷよがね、あ <laughs> ってね、ぷよぷよの絵柄とロコさんの服の色がこう、べこンってあって、こうびょーんって消えて、こう <laughs> まあいいよ、もう大量連鎖はどうでもいいもん。えー、はい、油井ロコさんが崖から落ちるでした。もうこれ、ちょっと無理やり切っとかないともつ、思うどんどんついちゃうからね。えーと、それから次行きましょうか。んと、あ、そう、プリキュア。あのー、今ですね、えー、日曜日に、あのー、やっております、プリキュア。女の子向けのアニメですね。 女の子向けのアニメなんだけど、おっきいお友達も大好き。オリオも大好きです。えー、のお、今はハートキャッチプリキュアですな。えー、ハートキャッチプリキュアなんですけど、そのハートキャッチプリキュアにですね、ロコさんがドハマりしております、今。ロコさんの旬はハートキャッチプリキュアです、今。ね。あのー、このハートキャッチプリキュアはですね、あのー、その前のがプリキュア5になるのかな とプリキュア5があって、あ、違う、フレッシュプリキュアだっけフレッシュプリキュアだったかなフレッシュプリキュア。うん。そのフレ、フレッシュプリキュアまでは、あのー、絵柄がちょっと変わってたんですよ。えー、最初のプリキュアがあって、それから、その、ハートキャッチプリキュア、違う違う違う、えっ、ー、と、フレッシュプリキュアの絵柄があって、だから 2, 2回目、2回目っていうか2つ目の絵柄だったのかなそれが、 えー、今のハートキャッチプリキュアからですね、えっ、ー、と、以前、お邪魔女ドレミっていうのがあ,りあったんですけど、同じ時間帯でやってたアニメで、そのお邪魔女ドレミのスタッフがですね、再結集して、えー、作ったのが今のハートキャッチプリキュアっていう話なんですよ。あのー、これは確か、マッキーとかから教えてもらったのかな。うん。で、 えそのハートキャッチプリキュアになってから人気がですね、とんでもないことになってるらしいんですよ、今ね。えっ、ー、と、映画もすごい売れてるらしいですし、ロコさんもそれに行ったんですよ。<laughs> ちゃんとあの、ナウにも書いてたんですけど。で、ロコさんはですね、もうは映画を見に行くだけでは飽き足らず、フィギュアもですね、すごいガツガツ集めてるそうです。わかるわ、ロコさん。ね、好きになったもの、はフィギュアとか欲しいよね。 うん、分かる分かる、オリオだって買っちゃうと思う。で、そのハートキャッチプリキュアに関してはですねあの、キャラクターがとにかく素晴らしいんですね、一人一人が。えー、キュアブロッサム、それからキュアマリンっていうのがまずメインで、えー、2人、ピンク色と水色、水色でいいよな、うん、水色がいまして、この2人が最初にこう活躍してたんですね、プリキュアの中ではね。で、えー、しばらくするとこ、このと、 仲間が一人増えまして、それが、えー、キュアサンシャイン、黄色、色は黄色なんですけど、キュアサンシャインが出てきて、そのキュアサンシャインの後に、今、あのー、新キャラといたしましてですね、キュアムーンライト。これは、色は紫でいいのかなうん、まあ、そんな感じ。あのー、紫の色をこう模しまして、えー、キュアムーンライトっていうのが出てます。でね、このキュアムーンライトとキュアサンシャインがね、 ほんといいの。かわいいし、綺麗だし、魅力、萌え萌えー、みたいな感じでう、ね、ん、時間がほんと早いな。15分あった間。<laughs> まあ、そんな感じでですね、あの、ロコさんの今の旬は、えー、プリキュア。です。うん、あの、 ロコさんこんなんでいいごめんね。<laughs> 一ファイル使ってももうグダグダ喋るだけになっちゃったよ。とりあえず褒めときました。うん。はい。そんなわけで、えー、また次のファイルでお会いいたしましょう。オーよオでございました。はい。